まあ、あれからストリートファイターやってる？ちょっとやったよ、今あ、今日やった？日。家出るまでにね、時間があったから。俺も昨日結構ね、あ、結構まあ1時間ぐらいか、いいね。ランクやったんだよね。おう。シルバー4スタートで、はいはい。で、最終シルバー4。現状維持 え？お前維持した？ 俺維持した。防衛。シルバー4防衛。いや、防衛とかじゃねえか。タイトルじゃねえんだよ、シルバー4。別に。いや、あのさ、俺さ、ストリートファイターのさ、理想的な配信方法を思いついたんだけどさ、おお前が、ランクやる、俺はそれを実況するってなと。本当に？あ、いいかもね、でもそれ。やっぱ俺が喋りに徹するのはでかいと確かにね。俺あれが何ほにん、徹したらいいの？お前、戦いに徹しろよ。ちょっとあそこ冷てぇ。ね。これ冷たい熱帯魚だな、これ。吉田さーん、ありがとう。シャモトシャモトすごい覚えてんな、お前。お前らの言う、あ、地球ってのは、あ、ツルツルした青いんだろ。俺の言う地球はな、ゴツゴツした岩なんだよ。シャモトー。お前、吉田さーん。冷たい熱帯魚言って。それさえやってくれれば。え、ナイス。すごい。え、3連チャンピオン初めて見た。ね、初めてだね。今日勝てたし、面白かったな。どういう意味よ、それ。なんでこれ、ポジティブに捉えられないの、これが。どういう意味、それ。いや。何？いや、これ、ポジティブに捉えられない、ね。どういう意味、それ。どういう意味って何？いや、そのままだよ。どっちも。いつもは勝ててないし、エーペックスも いつもはエーペックスも勝ててないし、面白くもないってか。いやいや、いつもはエーペックスがいいときは、面白いつもより少ないしみたいなことよ。こんなエーペックス俺たちがダラダラやってるやつなんか見るくらいだったら、ルックバック見た方がいいってか。言ってねえよ、誰も。ぜひご覧ください。お前めっちゃファンじゃん。ルックバックの。そんなよかった？なんかね、なんだろうな。言い表すとしたらね、なんだろう、今までの映画の常識が完全に覆されたというか。え、そんなに？なんか一言で言うなら、なんかゴツゴツした岩だった。お前冷たい。こいつなんて。え、マジどんな映画？じゃあ逆に見てえわ、そんなもん。いや、なんか、普通のサラリーマンだったんだけど、その熱帯魚屋さんのオーナーにそそのかされて、どんどんこう、やばい方向に行ってしまうっていう。冷たい熱帯魚の説明はいらねえよ、別に。あ、そっちはいいの。その、シオン監督が、出てた女優と結婚したっていう。奥さん役の人とね。奥さん役の人と結婚したっていう映画かな。冷たい熱帯魚の説明、今更いいって。あ、そっちはいい。ぜひ見てみんな。全然教えてくれない。本当に、もう本当にいいから。本当にいい。なんだろうな、こう、もう、その、なんて言うんだろう。言葉で言いやすい難しいんだけど。なんだろう。ボディを透明にされたっつうか。お前さ。え、お前冷たい熱帯魚をみんなに見てほしいんだ。ね、遺体の処理するのを透明にしとけっていうやつじゃねえんだよ、お前。おい、シャボト！おい、ちょっとこっち来い！ほら、レバー！ああ！どうだ？さすがにちょっと刺激が強かったか。あ、そっちで休んどけ。あ、コーヒー美味しいとこ二つだ。お前どんだけ覚えてんだよな。ニカムの日常スタンプ買いたいです。売ってください。売ってください。
私目に打ってください。私目に、私なんかに、私いいかも、もったいないですけれども、私なんかが、私なんかに、買えるかわかりませんけど、買えるかわかりませんけど。